ニンセウス・ニキアスは、ペロポネソス戦争の時代に活躍した古代アテナイの将軍、政治家、アテナイの名家に生まれ、ラウリオンの銀山に由来する遺産を継承していた。民衆を指導していたペリクレスに対し貴族派の先頭に立って政治上対立していたが、紀元前429年のペリクレスの死後、政治家の主位となり後のアリストテレスからは、 アテナイを代表する市民の一人として数えられた。民衆の指導者となったクレオンの性敵となるが、その用心物価差と慎みによって民衆からも好意を持たれたという。ニキアスの政権は恩恵であり、クレオンの公戦的な政策に反対し、アテナイに有利な条件でスパルタとの和平を確立することを目的としていた。ペロポネソス戦争で将軍としてニキアスが、 歴史に登場するのは、離反したレスボス島をアテナイが制圧した、紀元前427年7月に海軍を率いてミノア島を攻略した時である。前426年の夏には、ミロス島に出撃した、ナグラの戦いに勝利する。前425年8月、ピュロス方面でのスパルタ勢の攻勢の際に、 ニキアスがクレオンに指揮権を譲り渡すという局面もあったが、9月にはアテナイ軍が押し返しコリントス領を攻撃するのに参加している。全424年の夏、キュテーラ攻略に加わる。全423年の夏にスパルタと1年間は友好となる休戦条約に加盟式揮式に加わる。その直後、スパルタの将軍ブラシダスについていた。 面で死を脱回する。紀元前421年初頭から和平交渉の機運がアテーナイに高まり、提唱者の中でもニキアスは最も積極的だった。和平条約はその年の3月頃に発行し、ニキアスの和役と呼ばれる。前416年、アテーナイはシケリア遠征を企て、その6月末にニキアスはアルキビアです。 ラマコスと共に司令官として出発するが、もともと作戦には反対であった。アルキビアデスはシケリア上陸前に本国へ召喚され、ラマコスもシュラクサ祭を包囲中に戦死した。スパルタはシュラクサ祭救援のために将軍ギュリッポスを送った。アテーナイもデモステネスとエウルメドンが率いる増援軍を派遣する。しかし、アテーナイ軍は、 スパルタコリントス主落再連合軍に壊滅的な敗戦を被りエウリメドンは戦死、ニキアスとデモステネスは投降して、キュリッポスに身を委ねる。捕虜7000名と共に、主落再近郊の石切り場に送られ、キュリッポスの命令に反して、デモステネスとニキアスは処刑された。ニキアスの最後について、シカのトゥーキュディデースは、彼の常日頃の原稿が一つとして特に背くところの、 なかったことを思えば、このような不運の極みに終わるべき言われはなかったので、あるがと述べている。プラトンの対話編、ラケスには攻撃的なラケスに対して、リッチと判断力を代表する人物として登場している。成功を収めた作戦として、コリントス人を待ち伏せで大半を倒したり、シュラクサイの騎兵が通ると予想した平原に棘を巻いて、勝利を収めるなど、周到さと起点を見せている。 逆に前425年に指揮権を譲ったクレオンが、予期に反して、スパルタの捕虜を連れて外戦した時には、あて得ない市民の間で大変な不評を受けた。このことは、アリストパネスの喜劇、鳥でもやゆされている。ありがとうございます。